心理テストいきます。バン、姫の指をどれか一本引っ張ってください。さてさて、みんなどれにする？人気どころで言うとね、小指だね。人気どころで言うと小指、薬指あたりが人気かな。みんな決めた？選んだ？オッケーオッケーオッケー、よし。それでは気になる結果はこちら。ドーン。え、待って、さっきおすすめって言ったさ、やつ同性だったらさ、薬指が姫のこと嫌いで小指が何とも思ってないなんだけど、女女が女がどっか行っちゃう。え、待って待って、異性は、異性は薬指結婚した方がいいなと思える人、考えな、ちゃんと。え、小指は理想の恋人、え、めっちゃオスに好かれる。ありがとうございます。いや、心理テストね、面白いからね、結構姫ね好きでね、お友達とかとねついついやっちゃうんだよね。じゃあと、心理テストのサイトがあったので、ちょっと今日は心理テスト、姫もね初見なので、な、何が分かるか分かってないからめっちゃ怖いんだけど、ちょっとやってみようと思います。この診断では簡単な質問からあなたの精神年齢を診断します。精神年齢はいくつぐらいでしょうか。早速診断してみましょう。二択の問題が10問あるみたいなので、ちょっとやっていこうと思います。診断スタート。ポチ。1、好き嫌いの感情は、え、もうめっちゃ A。 もう顔にしか出、あ、もう全身に出るか、もうもろに出るから、もう。じゃあ A にします。次いきます。2、友達と喧嘩をした時には、A かな。喧嘩をしてる時のさ、なんかちょっと気まずいよみたいな時ってさ、なんか嫌じゃん。だから、あの時起こっちゃった夢も悪かったなと思って、ごめんねって言うようにしてるかもしんない。なあ、姫 A にしました。 A ばっかだな。あ、田中の A だ。はい、次いきます。3、欲しいものがあったら、 A、 もう A、 やば、 A にしかならない。どうしよう。え、もう買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 うでしょ。え、欲しいんだもん。今買わないとどうするの、なくなるよ明日になったら。アマゾンの在庫切れちゃうから買わないと。はい、姫は A です。すぐに買ってしまうにします。はい、次。4、親友が知らないことを仲良くしていたら、え、でも、あー、これは親友か、なんか、いや、ここに来て姫 B かもしれない、ここに来て姫 B かもしれない。なんか、あ、新しく仲良くなったんだ、そうなんだって思いながら、なんか、あ、いや、ってなるかもしれない。あー、なんか独占欲の強い女みたいでやだ。じゃあ姫、これ B にします。置いていかれたようなね、寂しくなっちゃう方にしました。次、5、ハイリスク、ハイリターンのことは、いや、もうこれ A でしょ。だってさ、人生一度きり。やんなきゃー。どうなったの、わかんない。はい、 A にします。次いきます。6、どちらかの色を選ぶなら、え、黄色か茶色か、え、 A かな、黄色かな。な、元気が出る色じゃない、黄色って。なんかピカーみたいな、ピッカー、ピカチュウ。7、自分と正反対の性格の人がいたら、あ、静かな子か。これは姫的にはもちろん A なんだけど、あ、その子がなんかちょっと、え、ちょっとうるさいんだけどみたいな感じになったら、あ、ごめんなさいってなるから、なるべく静かに、そうだね、そうだね、うん、そうだねみたいな感じで、めっちゃ、いや、それにしてもうっせえって言われそうだ。じゃあ次、8、面倒なことを人に代わりにやってもらったら、これ B かな。面倒なことをさ、なんかやってもらってさ、ラッキーって、いや、ラッキーはさ、もう人だね、これ人間って感じ。いや、わかる。でもなんか先に申し訳ないって思っちゃうかもしんない。あ、ありがとうってなるかな、姫だったら。姫 B にします。9、いきます。人と話をするときには、はい、A、 話し役になることが多い。これで姫がまさか B 選んでさ、うん、聞き役かなみたいな感じで言ってたら、うるせえってなるわ。な、姫 A です。話し役になることが多い。もうマシンガントークですからね。次いきます。あ、10だ、ラストです。ラストいきます。10、
自分の間違いを人に指摘されたらB って言いたい、動画的に世間体的に B って言いたいけど、姫は正直なので A です。だってさ、なんでなんでそんなこと言うの、でも当たってるなっていうこのやるせないやつね。いやみんなもあるでしょ、だって人間だもの姫を。いやみんなもあるでしょ、逆にしたことあるでしょ。だから姫は正直に A にします。はい、じゃあ結果いきます。ポチ。あなたの精神年齢は80歳。ちょっとおばあちゃんじゃん。しかもその人に何が起こっても大丈夫、高年齢者、高齢者レベルって書いてあるんだ。あ、動じない落ち着きがあるんだって、ちょっとしたことでは。あ、そうなんだ。でも80歳さすがにちょっとやばくない？ノリが悪い、打ち解けてくれないと思われてしまう危険があるよね。ないよ。ノリしかない、姫にはノリしかないことはないけど。そんなことないのにな。はい、というわけで80歳だったわけなんですけど、みんなは何歳でしたか？まさか80歳になるとは思ってなかったんだけど、ちょっと衝撃。はい、じゃあコメントの方にぜひ、ね、何歳だったか書いて送ってください、ぜひぜひ。え、80歳か。結構刺さるな。おばあちゃんだよ。ん？あ、最後にもう一個心理テストということらしいです。はい、行きます。あなたが鏡を覗き込むと、あなたの隣に妖精さんが映り込みました。さて、その妖精は何歳くらい？そうだな、2歳。Yeah.